はい、皆さんこんにちは。強み企業コーチングの福井です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、とっても簡単なセールスの制約率2倍の方法ということでお話ししたいと思います。はい、自分でこうビジネスされるとですね、ものであったりとか、コーチングであったりとか、コンサルであったりとか、整体とかですね、いろんなものを自分で販売するということがあります。で、このセールスですね、結構苦手なんですっていう方もよくいらっしゃいます。で、そんな時に、本当に簡単なですね、セールスの制約率がググッと上がる方法ですね、お伝えします。はい。で、結論から言いますと、自分の、ことをてもらう、で、場を温める、これすごい大事になってきます。はい。で、具体的に言うと、自分の、プロフィールであったりですね、そういったものを、お会いする前にですね、メールとか、メッセンジャーとか LINE とかで、例えば自分のプロフィールをブログ記事とかにまとめておくんですね。で、それをもう送っちゃうと。で、よかったらこの時ね、一言付け加えるといいですね。いきなり自分のプロフィールとかをこうバンって送られても、何ですかみたいな感じになっちゃうんで、一言ですね、添えてですね、もしお時間ある際にみたいな感じでですね、お時間ある際に、ご一読くださいみたいな形でですね、ということで、お伝えします。はい。もしお時間さえご一読くださいって言って、ブログとかですね、そういったものの、プロフィール、これすごい大事なんですよ。たかがプロフィールかよみたいな感じで思うかもしれないんですけれども、よくよくですね、こうご契約された方とかに、じゃあなんでこう決めてくださりましたかみたいなことを聞くとですね、やっぱり何々っていう思いに共感しましたとか、私も同じような経験があるんですとか、やっぱりですね、これだけ今の世の中たくさん物が溢れている中で、自分の商品っていうのを選んでもらうためにはですね、あなただからお願いしたい、あなただからやっぱり私の気持ちが絶対分かってくださるっていう風に、こう共感ですね、そう、やっぱりこう共感の時代なんですよ。で、この共感したことに対して、安心してこうお金を払えるっていうところだと思うので、まずはですね、特にこのセールス、物とかじゃなく、物もそうなんですけど、この共感っていうところですね、すごい大事にして、まず会うまでに場を温める。で、自分のことを知ってもらうっていうことをすごく大事にしてください。ということで、もうこれだけで本当にね、2倍と言わず、結構ね、うまくいけば制約率 60% とかね、いろんな高確率でいけるので、ぜひですね、本当に簡単に、ブログまとめていただいて、で、プロフィールを送ると。で、私の強み企業コーチングのメンバーの方にはですね、もっと効果的なですね、プロフィールの作成方法であったりとか、こういうまとめる方法、テクニックみたいなことも教えてます。で、何かこう悩みがありますので、相談したいですっていう方がいらっしゃったらですね、この強み企業コーチングの、チャンネルを登録していただいて、で、YouTube の右下にですね、三角のボタンがあります。そこをクリックしていただくと、説明欄になります。で、LINE アット、福井の LINE アットにですね、ぜひご相談いただければ、アットマーク、福井恵美で、LINE アットはいけるんで、これにぜひメッセージくださると、お答えさせていただきますので、よろしくお願いします。ということで、今日はとっても簡単なセールスの制約率、速攻で2倍に上げる方法ということでご紹介しました。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。失礼します。